ジェフ千葉を愛する皆さん、こんにちは。深井正樹です。今世の中はとても、大変なことになっております。皆さん一人一人の、心がけ一つで、きっと大きく、事態は収束すると思います。一日も早く皆さんに、笑顔でお会いできるように、みんなで協力して頑張りましょう。僕は、今学校が休みなので、佐藤優とチャレンジをしてます。どこまでひげを伸ばせるか、そんなことをやりながら、自分に今こんなひげとかじゃなくて、もっとね目標だったりとか家でできることそういうものを考えて、チャレンジしてみてください。そういうチャレンジしたりとかすることで、少しでも家にいるストレスが軽減して、また、外でね、まあ、サッカーをできたりとか、サッカーを観戦したりとかってすることが、一日も早くできると思いますので、皆さん協力して今、頑張りましょう。ウィンバイオール。